この度、京都賞をいただきまして本当にありがとうございます。まあ本当に感想といたしましては、このような大きな賞をいただきまして幸せだという言葉しか出ないのでございます。そしてこの賞のその思想というのは世のため人のためということで、お作りになられた賞をいただいたということに私は本当にそう思っていただいたことを幸せだと思っておりますし、この先もそのように生きていきたいと思っております。そして、私から後に続きます後輩の、舞台人といいますでしょうか、その人たちにはやっぱり、修行するということがどういうことであるかということをよく理解して自分のできる限りの時間を、稽古と修行、そして、平たい言葉で言いますけども真心と純粋さと思って進んでいくということが一番望ましいことだと思っています。